きているのか。ところまで登ってくるとは、間が抜けすぎではないか。だから私に助けてもらおうとは思わんのか。雪女は時に人のふりをして人里を歩くこともある。それも小泉八雲は書いておるぞ。造作は整っておるが、いわゆるこわもてというやつだな。剣が来いぞ。最近の人の作る酒や食い物はうまい。それは金がなければ買えんだろう。店が潰れたりしかねえ。ほうがいいか。私を美しくないと言ったのを謝る気にもなったであろう。心にもない世辞を言えば殺してやろうと思ったが、そうそう引っかからんか。冗談だ。明日まで無事でおれよ。おう、生きておったな。もし一言でも人に漏らせば、どこにいようと確実に殺してやる。待て待て待て、お主、人に漏らせば殺すと言ったであろう。まだ小泉八雲を読んでおらんのか。あれに出てくる男はそれでも約束を破ったと雪女に激怒されておるぞ。ああ、美しさは隠せんか。不憫なやつだな。いい酒が飲みたいな。海の魚も食べてみたい。それを前にしてなら話し相手くらいにはなってやろ。日本酒は吟醸酒が一番だな。ビールもうまいが発泡酒の方が好きだ。何を言うか、雪女といえばこの姿だろ。うん、うまい。米にかけるルーとはまた違うのだな。いつの時代の話だ。それで死ぬなら雪女の寿命は1年もなかろう。人と交わって何人も子を作る雪女がよくてかな。あ、あやかし、妖怪、幽霊、魔などと呼ばれる者たちの知恵の神だ。人としてのお立場もなくてはならん。おひいさまは我らによって人から神になられたのだ。さっきも電話がかかってきていたではないか。満足しておるし。ふむ、それでは私が得をしすぎか。そうだ、よければ夜の相手もしてやるぞ。スエゼン食わぬは恥とも言うぞ。ああ、それとも尻派か。このままでは焦げてしまうではないか。おっ、キュー